いらっしゃい。またね。いらっしゃい。またのご来。いらっしゃい。いらっしゃい。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
しないようにしよう。これは勉強大変そうだな。大変も大変、アスナがいてくれなかったらどうなってたかわからないよ。そんなことないよ、勇気頑張っているじゃない。本人が頑張ろうとしなければ教える私もどう教えていいかわからないもの。そうなの？そうそう、さあ
きしようか。ん？誰か来たな。おーい、あたしだよ。ストレアか。どうぞ。やっほー、今日も勇気はお勉強？頑張ってるよ。ストレアさん、何か用事だった？うん、いいこと考えてきたんだ。あのさ、学校には部活っていうのがあるでしょ？やっぱ女子高生なら部活も味わってみたいなって思ったんだよね。この前の話の続きか。部活っていろいろあるよね。運動系なら陸上とかテニスとか、文化系なら演劇部や軽音楽部とかね。部活ってどれも楽しそうだよね。それでここでもできる部活はないかなって考えてきたの。ここでもできる部活？それはね、華道部。フィールドにある花を取ってきてフラワーアレンジメントするんだよ。店売りの鉢に花のアイテムをポコポコセットすれば、いろんな組み合わせの鉢花が作れるから楽しいよ。なるほど、それならやれそうだな。でもフラワーアレンジメントって華道部なのか？細かいことは気にしない気にしない、みんなでやってみようよ。面白そうだね。僕もやってみたいな。そうね、私もちょっと興味あるかも。俺はその辺のセンスがあるとは思えないからな。やってみなくちゃわからないよ。だから一緒にやってみようね。まあやる分には構わないけど。よし、決定。それじゃあ部長、草原に行ってお花を集めに行こう。部長？うん、部長。みんなをまとめてくれる人。いや、それはわかるけど、なんで俺？私はぴったりだと思うけどな。そうだね、僕たちを引っ張っていってよ、部長。まあいいか。それじゃあ、部員のみんな、部活を開始しよう。それじゃあ早速フラワーアレンジメントってやつをやってみようか。うん、それじゃあ買ってきた鉢を用意して。どの花を使おうか迷っちゃうね。大丈夫、こういうのはひらめきだよ。難しく考えないで、まずは思いのままにやってみた方がいいかも。うんうん、なるほど。よし、頑張るぞ。みんなできたか？できたにはできたけど。私も完成したよ。
俺も一応。じゃあまずは部長が作ったのから見てみよう。いざ公開するとなると緊張するな。どれどれ。あ、かわいいじゃない。自信がないなんて言っていたけど悪くないよ。小さい花がかわいらしいね。色合いも乙女チックっていうのかな。可憐な少女って感じだよね。すごく女の子らしい。女の子らしいと言われて素直に喜んでいいのか微妙だな。で、ユキはどんな感じだ。僕のはなんだかよくわかんない形になっちゃって。おお、確かに独創的だな。真ん中に全部収めたというか。でも賑やかで楽しい感じがする。ここは自信があったんだよね。勇気って感じが出てるね。アスナのはどんな感じ？って、はあ、すっごい綺麗。そうかな。本当だ。知識がないから褒める言葉がわからないけど、なんというか、すごく値段が高そう。どんな評価よそれ。どうしたらこんなに綺麗にできるのかな。私もできた。お、ストレアはどんな風に作ったんだ。てるね、同じ花を使っているはずなのに。でもここにある花では表現しきれないような強い思いを感じる。ストレア、この花のテーマは。わかんないかな。確かにわかんないな。え、なになに、そんなにおかしい？ごめん、でもストレアってめちゃくちゃなんだもん。よかった、気に入ってもらえたみたい。うん、僕それすごく好き。ストレアさんは前から変わらずはちゃめちゃだよね。でもそれがとっても癒されるんだけどね。アスナも気に入ってくれた？やったね。成り行きで始めた稼働部だったけど成果は上々だな。それよりすごいと動き出して攻撃されそうだな。それいいかも。植物系モンスターを鉢に入れられないかな。いや、やろうとするなって。よし、次はもっとうまく作るぞ。どうしたの、アスナ。頑張る。ア
スナでもそう思わなきゃいけないことってあるんだ。僕なんか勉強を頑張らないとテストがヤバヤバだよ。アスナは勇気に勉強を教えるのを頑張ってるじゃないか。